はい、今日はですね、四則演算子と比較演算子というものを大きく2つ勉強していきます。で、演算子って聞くと少しちょっと物々しく聞こえるんですけれども、まあ、簡単に言ったら計算をするためのルール、計算をするための記号というふうに覚えておいてください。じゃあ早速ですね、四則演算子の方から記号の勉強をしていきましょう。まず簡単ですね、足し算に関してはプラスマーク、で引き算に関しては引き算のマーク、で掛け算なんですけれども、×のかけるマークではなくて、Excel ではアスタリスクを用います。で、割り算ですと、このスラッシュですね、スラッシュマークを用いてください。で、特にこの掛け算と割り算に関して少しと記号が異なるので、ここ2つ注意しておいてください。はい、では比較演算子の方入っていきます。まず記号ですね、イコールサインはこのイコール、でより少ないは小なり、でより多いは大なり、で以下は小なりイコール、で以上は大なりイコール。で、ノットイコール少し変わってまして、小なりと大なりのマークで囲ってあげる、ひし形みたいなマークですね。こういった記号で表現していきます。で、これら、まあ、記号に関しては覚えていただきたいんですけど、どういう時に具体的に使うのかっていうのを見ていきます。で、例えばですね、if 関数を用いて説明していきましょう。イコールの例でいきますね。この比較演算子のエコー版イコールの例を勉強していきます。まず関数ですので、イコールで始めて、if というふうに打ちます。で、括弧で始めて、今、if 関数の使い方まだ説明してないんですけれども、最初に指定する条件というのが論理式というものです。この論理式を指定してあげるときに、比較演算子というものを多用します。例えばですね、今2つ、ここに1と1という数字がありますね。この2つの数字どう見ても同じ数字ですよね。で、これってイコール関係で成り立つはずなんですが、それを論理式で表現すると1イコール1という形になります。で、コンマで区切ってあげて、これが正しい時、イコールの時は同じだよという言葉を返してねというふうに指定します。で、仮にこれが、まあ、違う時ですかね、違う時には違うよという言葉を返してっていうふうに Excel の関数に入力すると、今これ答えが一緒なので同じというふうな値を if 関数で弾き出してくれています。で、仮にですね、今ここが1ではなくて2の場合、これ違うよという言葉が返ってきますね。で、こういった形でですね、関数の中で論理式を指定するときとかは、特に比較演算子ですね、こちら6つあるんですけど、このマークよく使えますので、これを覚えておいてください。以上ですね、四則演算子と比較演算子合わせて10個の記号のマーク覚えておくようにしましょう。どうもありがとうございました。